アフリカ最悪の独裁国家エリトリアについて紹介したいと思います。このエリトリア、アフリカの北朝鮮と呼ばれるほど独裁的な政治をとっていることで知られています。まず気になる憲法、独立する直前の1992年、基本的人権とか日本みたいに複数の政党を持ちましょうっていうような比較的民主的な憲法が定められたんですね。ただ制定されたものはいいものの、独立後一回も施行されませんでした。憲法は一応あるんですけど完全に無視しちゃってるんですね。この大統領っていうのがイサイアス大統領という方で、現在でもエリトリアに存在する政党はですね、彼が率いる民主正義人民戦線のみとなっています。まあ、いわゆる独裁政治ってやつですね。で、本当はこの大統領の任期も5年間ですよという風に憲法で制定されてるんですけど、その肝心の憲法、さっき言った通り無視されてるんで、大統領はですね30年ぐらいこの国のトップに立ってる状態です。で、以前国連の人権理事会ってところがエリトリアに住む男女およそ500人に対して聞き取り調査を行いました。で、これでものすごいことが分かったんですね。で、この報告書によると、国会議員を決める選挙っていうのが独立以来1回も行われていないってことです。で、誰か言うやろと思うじゃないですか。ただこれ野党がそもそも存在してないんですよ。なると議員に関しては全員イサイアス大統領が選抜したメンバーなんで、実質彼が全部決めてるみたいなもんなんですよ。次に司法制度についてなんですけど、実質これも合ってないようなものです。一般市民がですね、裁判所の令状なしに普通に逮捕されてます。捕まれば拷問を受けることも珍しくないということで、でまたですね、そういった行政の手続き的なそういったものがない処刑っていうのが横行していて、で国民っていうのが至る所に設置してあるカメラで常に監視されてる国の管理下にあるような状態です。またこの国、特殊な徴兵制度があって、まず男女問わず18歳になるとナショナルサービスって呼ばれる奉仕活動を行わないといけなくて、そこで60歳まで定年まで軍に所属することになるんですよ。で、60過ぎたらどうなるかというと、次は死ぬまで建設工事とか農業とかに回されます。実質このエリトリアの徴兵制度っていうのは無期限だって言われてるんですね。また独裁政治といえばついてくるのがメディアの規制なんですけど、政府から独立した報道機関は一切禁止されていて、全てのメディアは政府が管理運営しています。反政治的なことを言おうもんなら速攻で罰せられますね。で、まあこういった国の状況なんで、もちろん逃げようってする市民もめっちゃいるんですよ。僕の調べによりますと、毎月5000人ぐらい、年間およそ6万人が脱出しようとしてます。もちろん脱出だけじゃなくて、国外への移動自体がものすごい厳しくて、許可なく国境に近づいただけで拷問、処刑、亡命を試みて捕まった場合はもちろん死刑です。国から一歩出るだけでもかなり危険だと言われていて、でこういったことが全部ですね、国民への直接聞き取り調査で分かったんですけど、これを受けて国連や国際 NGO がですね、これマジいかんよっつって大統領に人権侵害を訴えたんですけど、大統領は、いえ根拠のないデマですって否定しました。